バンアレン体の模式図バンアレン体の二重構造。内側の赤色の領域は陽子が多く、灰色の領域は電子が多い。バンアレン体とは地球の磁場に捉えられた陽子、電子からなる放射線体。1958年にアメリカ合衆国が打ち上げた人工衛星エクスプローラー1号に搭載されていたガイガーカウンターの観測結果より発見された。 名称は発見者であるアメリカの物理学者、ジェームズ・バン・アレンに由来する。バン・アレン体は地球を360度ドーナツ状に取り巻いており、内体と外体との二層構造になっている。赤道付近が最も層が厚く、極軸付近は層が極めて薄い。内体は赤道上高度2000から5 0 0トルに位置する比較的小さな帯で、陽子が多い。 大体は1万から2 0 0 0 0トルに位置する大きな帯で電子が多い。太陽風や宇宙船からの粒子が地球の磁場にとらわれて形成されると考えられている。電子は太陽が起源、陽子は宇宙船が起源とされている。地磁気の磁力線沿いに運動しており、北極や南極では磁力線に導かれ侵入してきた粒子と大気が 相互作用を引き起こすことによって、オーロラが発生する。オーロラは、バンアレン体の粒子が原因であるため太陽活動が、盛んな時は国地方以外でも観測されることがある。地球以外にも、磁場を持つ惑星である木星、土星、天王星で存在が確認されている。バンアレン体を構成する。 アルファ線やベータ線は放射性物質による各分裂反応や各融合反応によって発生するガンマ線とは異なり紙や金属板を通り抜けられない低軌道を越えると宇宙線はバンアレン体に入るバンアレン体の内側と外側の間の領域は地球半径2から4にありセーフゾーンと呼ばれることもあるよくバンアレン体の放射線は簡単に遮蔽できると言われるが 実際には、家電粒子自体は遮蔽できても、遮蔽体に当たった災ンマ線や中性子線といった二次、宇宙放射線が生じるため、防護は容易ではない。アポロ計画は、人間がバンアレン体を通過し、この時問題なく通過できたのは、バンアレン体を短時間で通過し、内側の放射線体を迂回する軌道を取ったためである。 宇宙飛行士の全体的な被曝量は地球の磁場の外にある太陽粒子が多くを占めた。宇宙飛行士が受ける双方射線量はミッションごとに異なるが0.16から1.14ラジアンと測定され、米国原子力委員会の年間5レムの基準をはるかに下回っている。ロアアルファ1しかし4エンジン等加速の小さい電気推進を用いる場合、 通過に時間がかかりその被爆量は無視できないものとなる。被水力を落とし水力を増やせば通過日数を短縮できるが、その分燃費は悪化する。太陽電池、集積回路及びセンサーは放射線によって損傷を受ける可能性がある。地磁気嵐は時折宇宙船の電子部品に損傷を与える。電子回路と論理回路の小型化とデジタル化により、 衛星は放射線に対してより脆弱になった。これらの回路の送電荷は入ってくるイオンの電荷に匹敵するほど小さいためである。このためデータが書き換わったりする。衛星の電子機器は確実に動作するために放射線に対して強化する必要がある。ハップル宇宙望遠鏡は放射線帯を通過するときにセンサーがオフになっていることがよくある。放射帯を通過する 大円軌道を被爆する。ほとんどすべての衛星は内側の放射線体を通過する間に被爆する。アポロ計画陰謀論版アレンイの存在を理由にアポロ計画はデッチ上げであったという陰謀論が一部で唱えられている。詳細はアポロ計画陰謀論熱造説主張派の主な根拠を参照。ノストラダムズの予言、ノストラダムズの予言に絡み一部のものは 1999年8月18日のグランドクロスでは太陽系の惑星の引力が地球に集中してバンアレン体が壊れ宇宙船が地球に降り注ぐ。しかし精神文明を有する日本だけは助かると主張していた。しかし1999年以前の段階で天文学者によりグランドクロスはほとんど無視できる影響しか及ぼさないという反論が 出されており、実際にグランドクロスの際には特別な現象は何も起きなかった。4β、ガンマー、アンドエックス、レーズザアブゾアブドドーズインラドスイコールズザドーズ、イクイバレントインレム。ありがとうございます。